みんなのいいねで明日を変えるボイスアクション2019。今回アンケートを取っている政策は6つ。その1、引き続き最低賃金をアップさせ全国平均時給1000円を目指します。今年は最低賃金の伸びが過去最高に。もう一押しで1000円の大台に届くよ。みんなの働きがいをどんどん高めていきたいよね。その2、軽減税率を円滑に実施します。消費税が 10% になっても食品などは 8% に据え置く、お財布に優しい軽減税率、スムーズに実施してほしいよね。その3、住宅ローン減税や家賃補助などの支援策を拡充します。子育てをするお父さんお母さんにとって家計への負担が一番重たいと感じているのは住居費なんだ。もっと安心して住めるよう支援を拡充してほしいよね。その4、習い事や塾に使える教育クーポンや無料の学習塾で教育格差を是正します。親の経済力の差が子どもたちの学力の差に現れると言われる教育格差、子どもたちみんなが希望する教育を受けられるようになったらいいよね。その後、携帯料金の削減とともに電車内などの高速通信や無料 Wi-Fi を整備します。家庭一世帯が支払っている携帯料金は毎年こんなに増え続けているんだ。安くなれば家計も助かるよね。また移動中も使える無料 Wi-Fi が増えればもっと便利になるよね。その6、行政と民間企業が連携し奨学金返済の支援策を拡充します。学生生活を支える奨学金、でも卒業後の奨学金返済が家計を圧迫し逆に暮らしの幅や選択肢を狭めてしまう場合もあるんだ。奨学金返済の支援を拡充して学生時代も卒業した後も安心できる社会にするべきだよね。この6つの政策